コチャスクです。ホームスケープ続きやっていきます。現在のパズルレベルは1893です。前回の動画から引き続き撮ってます。現在のストーリーは湖の向こう側第3マップバロー城の右側の方にある駅と機関車をリフォーム中です。で、機関車の修理に失敗したベティちゃんがいじけていなくなっちゃったんだけど、荷物を取りに戻ってきた時に、このラウル・ゴンザレスがうまいこと引き止めてくれて、一緒に今修理をしてるところです。でもまだベティちゃん本人は、もうこの修理工になることを諦めて、法律家の道を目指そうとしちゃってるんで、どうにかして隙を見て説得しようってオースティンが決意したんだったっけかな、確か前回。で、この機関車なんだけど、このジャングルジムみたいになってるところが客車で、これが完成したらいよいよ本当の本当の本当に走り出すっぽいです。でもまだ外側のペイントやってないからな。それもやってからかな。なんかね、もうイベント当日らしいんだよね。式典当日でまだこんなことやってるのはどうなんだよって感じだけど。まだこの駅前の広場もリフォーム中で、ここに石像が届くらしいんだけど、まだ来てないし、この周りの植物がボサボサなのはキャサリンが、あれキャサリン開いた。くつろいですね。キャサリンがやってくれるみたいです。というわけでじゃあ続きをやっていこう。金属で外装パーツを作る。あ、これは客車だね。よし、やっていこう。おぉ。渋い。おぉ、キラキラリン、かっこいいね。おぉ、みんなよくやったぞ。ラオがくれた写真の車両そのものだ。かっこいいと思わない？コツが分かってきたの。セニョール・ラウルがモダンな素材を使いつつも車両の貫禄を失わない方法を教えてくれたの。あ、そうなんだ。やるな、ラウル。ネットの写真を見ながら外装を修復するわ。ソファーとその張り布をどこで注文するかはもう決まっているし、それから、お、めっちゃノリノリになってきたな。ベティ、落ち着け。まずは屋根を仕上げないと。雨が降ったらインテリアが台無しだぞ。確かに。セニョール・ラウルの言う通りだわ。やっぱり私は向いてないのよ。もうなんですぐいじけんだよ。あなたはすぐに問題になりそうなところに気づくのに。そこまで話を飛躍させる必要はないぞ。ベティだって遅かれ早かれ、この車両には屋根が必要だって気づいたはずさ。確かにね。ただこのゲーム、家の中とか見るのに屋根が普通に吹っ飛んでるから、あんまり気にならないんだよな、屋根がないの。俺麻痺しちゃってるな、そこら辺。よし、続きだ。屋根を取り付ける。もう屋根も一枚板なんだ。一枚板というか一枚鉄板。もうすぐ車両が完成するわ。手伝うだけじゃなく、アドバイスまでもらえて勉強になったわ。あの有名なラウル・ゴンザレスと仕事をしたって、弁護士仲間に自慢するんだから。わあ、まだ法律関係に行くことになってんだね。どうすんだ、オースティン。説得のチャンスじゃないか、今。でも、ほとんどベティ一人でやったじゃないか。素材を選んでフレームを溶接したのはベティだぞ。俺はほとんど手を貸さなかったことに気づいていただろう。うー、やる、ラウル。おっと、記者のエレンが来たぞ。記者ね。雑誌記者ね。機関車の記者じゃないよ。ややこしい。皆さん、こんにちは。トーマス教の古い蒸気機関車を修理することに成功した天才はどこですか？あ、まだ会ってなかったんだ。こんにちは。こちら、トーマス教のヒーヒーヒー孫のベティです。機関車を修理したのは彼女なんですよ。ベティ、お会いできて光栄です。私は記者のエレンと言います。取材させてもらえたら有名にしてみせますよ。わお。でも、今まで一度も取材なんて受けたことがないし、機関車を修理したのは私じゃないわ。いや、修理したのは私一人じゃなかったと言うべきかしら。それに、時間内に車両の飾り付けも終わらせないといけないし。確かに、今取材受けるのはちょっとな、邪魔臭いというかなんというか、作業がまだ終わってないんだよ。ベティ、取材にそこまで時間は取らせませんよ。いや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 、そういう問題じゃないよ。トーマス・バローの子孫が彼の意志を継いでいると知って、すごく驚いているんです。
きっと感動的な話になるでしょう。うるせえ、それはそっちの都合じゃねえか。もうちょっと待て。まだ客車も内装まだないし。そろそろ掃き掃除をしましょう。この辺が埃っぽく。勝手に写真とか撮ってるし。まあ、許可は出しただろうけど。ちょっとエレンさん、自分の仕事をご了承しすぎですよ。まあ、それぐらい粘り強くないと記者は務まんないのかもしれないけど、よし、続き。車両を飾る。アンディ何してんだ、あいつ。早く石像持ってこい。そして、この記者のペイントをしろ。わーお、すっご。すっご。全部放り込んだ。あなたのおかげで、トーマス・バローが生きた頃と同じ姿に蘇りましたね。きっと彼も誇りに思っていることでしょう。ベティ、どうしてエンジニアになろうと思ったんですか？子供の頃から、ヒーヒーヒーおじいちゃんの後を継ぐべきだって決めていたの。パパは法学を勉強するべきだって言ってきたけどね。うん。どうして祖先と同じ道を進むことをお父様は止めたのでしょうか。さあ、儲かんなさそうだからとか。パパの会社は法曹界ではかなり評判がいいの。私にも安定した仕事についてほしかったみたい。でも私は上の空だったわ。うん。修理工ってそこまで安定してなくはないんじゃないの。まあでも機関車の需要がもうそんなないか。修理全部し終わっちゃったら。いや、でも絶対必要でしょ、修理工も。そこまで不安定じゃないと思うんだけど、実際のとこどうなんだろう。昨日、危うくトーマス教の機関車を爆発させるところだったの。ゼニョール・ラウルが手を貸してくれなかったら、式典をキャンセルせざるを得なかったわね。この場所にもう少し残るべきだって説得してくれたのも彼だったわ。そうだったんですね。控えめな少女がパパに逆らって自らの夢を追いかけることにしたと。それでも多くの困難にぶつかって危うく機関車も爆発させてしまう寸前まで追い込まれていたのですね。なんかお前ちょっと朦朧としてねえか。脚色すごくない？でも最後にはやり遂げましたね。あの有名なラウル・ゴンザレスもベティの才能を認めているほどですし。ベティ、記事用に写真を撮ってもいいですか？あなたの話は多くの人を勇気づけるでしょう。はい、もうモリモリに持ってください。もう写真も持ってください。本当に？お、まんざらでもない。ええ、若い人があなたの話を読んで自分の信じてるどうのこうの、まあそこまで言うなら写真は撮ってもいいわよ。加工しまくってね。カシャカシャ。なんかさ、日本のさ、まあ若い人をさ、写真加工するの流行ったじゃん？流行ってるじゃん、今も。だけどなんか、昔の思い出の写真がさ、全部加工した写真しかなくって、なんか加工なしの写真も撮ってくればよかったってなんかニュースで言ってた。そりゃそうだよなって思ったわ。だって加工しちゃったら自分じゃないじゃんね。よし、続き。写真を撮る。まだ撮ってなかったんかい。なんだ、さっきのやつ。はい、スチーム、バッチリです。おもろ。ベティ、私はそろそろ会社に戻って、式典の告知を書かないといけないんです。あ、なるほどね。その告知にベティの記事を入れたかったんかな。だから急いでたんか。式典の宣伝を手伝ってくれるみたいなもんだもんね。最後に一つだけ質問させてください。新しいキャリアを始めた人たちに向けて何かアドバイスをもらえますか？うん。家族に反対されても自分の夢を追うべきだと思いますか？それとも家族の言うことに耳を傾けて彼らのことを一番に考えるべきでしょうか？なるほど。どうなんだ？なんて答える。そうね。私はどうかしら。少し考えさせて。おっと、揺れる思いだ。もちろんです。また考えが整理できたらメールをください。ベティ、誠実に答えてくれてありがとうございました。お会いできてよかったです。では、失礼します。今のエレンの質問も結構、ベティちゃんの心を揺さぶる要素になったんじゃないのか？
ックさん、小さな広場にはまだ何かが足りないようですね。そうだね。どんぐりがなんか暇そうにしてるし、どんぐりの遊び道具でもなんか置く？どんぐりの遊び道具ってなんだ？わかんないけど。にゃー！なんか飯か、飯が食いたいんか。なんそれうまそうだな。どんぐりの言う通りだね。ラオウジさんのプレゼントだ。機関車の写真を飾って、お客様がトーマス教と彼の発明品を思い切り楽しめるようにしよう。全然どんぐりが思い浮かべてたものと違うものが伝わっちゃった、オースキーに。どんぐりのこの、何言ってんだよ、こいつ、みたいな。残念そうな顔。これにゃおもろ。もしくは、オースティンはそれを伝わった上で全く別のことをわざと言ってみせたんかな。そうだとしたら、やるな、オースティン。よし、じゃあ続きだ。絵を飾る。おー、いいね。もうちょっと高い位置に飾ってほしい気もするけど。おー、っていうか来たな、アンディ。アーサーも来た。で、石像を届けに来てくれたんか。おー、完成したんだね。わあ、さっき傑作を置いたばかりなのに、もう2作目が加わりましたね。皆さん、こんにちは。意義あり。私の傑作が何かの2作目になることは決してありません。ああ、はい。すいませんね。ああ、アンディ、会えてよかったわ。もう会えないと思っていたから。帰るんですか？機関車に乗せてくれると約束したじゃないですか。おお、そうだったね、そういえば。あ、覚えていたのね。その、機関車はまだ準備ができていなくて、車両を塗装する間だけ少し待ってもらえない？町議会の代表として町の歴史遺産を修復してくれたことに感謝を申し上げます。それと渡したいものがあるんですが、この駅で以前使われていた券売機です。おお。わあ、アーサー、すごく嬉しいです。いい設置場所を見つけますよ。ヴィンテージ品に詳しい人を知っているんです。誰だ、ラオウジさんか？え、ちょ、え、これ取ってくんないの？これ、石像のやつ。次か？次？あ、キャサリン。あれないぞ、まだ。像のお披露目はまだなのか。じゃあ、これやっちゃうか。車両はちょっと置いといて、券売機を置こう。おー、え、邪魔じゃね？まあ、実際、改札的な役割はそこか。まあ、時代の流れは残酷だな。塗装がすべて剥げ落ちて、いろんなものが飛び出しているぞ。飛び出してんの？壊れているように見えますが、実は結構丈夫なんですよ。塗装し直せば少なくともあと100年は持つでしょう。そんなに？キュビズム風に塗装しましょうか。それかグラフィティを描くか、硬貨や鍵、地下鉄のメダルで周囲を覆ってもいいですね。なんじゃそりゃ。あまり大胆なデザインになるとお客様がびっくりされてしまうかもしれません。ここは博物館ではないので、この駅のインテリアに合うようにしないとね。アンディ、一緒にやりましょう。あなたが修復を担当して、私がこの独特なフレームを電子化するわ。お。お、ベティ、名案だな。ベティが弁護士になったら、その素晴らしい発明品なしに、私たちはどう暮らせばいいんだ。父さん、私にもわかりません。でもベティの決意は固いみたいです。今はベティとアンディがこの駅に新たな奇跡を起こすのを喜びましょう。あー、ベティが弁護士になっちゃったら、もうこういういろんなものを修復してくれる人がいなくなっちゃうなーっていうことを言いたかったんだね。うん。なかなか説得に時間かかるな。頑固だね、ベティちゃんって。まあ、いっか。よし、じゃあ続き。券売機を改良する。わお。わお、すご。二人とも魔法使いだった。よし、見てみよう。
どう？見ろ、動いたぞ。レジ係と会話ができないのは少し変な感じはするけどな。まあ昔からある自動販売機的なノリだからね。これが多分最初の方の。少なくともこの機械が昼食や休憩に出かけることはありません。それに街の人たちも好きな時にこの傑作を眺めることができますよ。アンディ、手伝ってくれてありがとう。最後にまたあなたと一緒に仕事ができてよかったわ。アンディが説得してくんねえかな。そしたらなびくんじゃね？また一緒に仕事したいみたいなことを言えばさ。どうなの？ちょっとオースティンセリフ邪魔なんだけど。ゲームがどうとかちょっと。二人で一緒にどっか行くぞ。なんだ？イチャイチャすんのか、こら。え、告白？愛の告白？ちょっと言いたいことがあるのみたいな。セリフ喋ってくんなかった。まあいいや、ちょっと続き。車両を塗装する。これ誰がやんの？アンディがやんじゃないの？ベティちゃんはやっちゃったけど。終わったわ。耐久性のある防色コーティングが施されているの。新しい防色の添加剤と塗料を混ぜてみたのよ。これでどんな埃も車両に寄せ付けないわ。お。素晴らしい塗装ですが、一色しかないんですか？ダークグリーンは実用的な感じはしますが、あまりお祝いムードが出ませんね。確かにね。アンディ、トーマス・バローの正式な後継ぎはベティなんだ。どの色を使うかは彼女の好きにすればいいさ。マイクロフトさ、じゃなくてマイクロフトおじさん？とてもじゃないけど私には相続できないわ。パパと法律のキャリアが私を待っているし。え、相続拒否かよ。どこまで頑固なんだよ。それに私もアンディに賛成よ。この機関車がより美しくなるように装飾を施してくれない？お客様はたくさん来る予定だからね。ええ、このカエルの子を王子に変身させてみせましょう。この車両に必要なのは模様だと思っているんです。はい。てかラオウジさんの写真にもなんか模様あったよね、うっすら。ちゃんとは見えなかったけど。もうマジでいよいよ完成するぞ、これ。走り出すかも。よし、じゃあ続きやっちゃおう。模様を描く。おー、一気にかっこよくなった。いいね、緑に黄色ってめっちゃ合うね。なんか金色っていう感じがしてくる。アンディは天才ね。機関車がとっても上品になったわ。そうだね。一気に豪華列車になった。グランドオープンには定番の模様が必要です。これでアンディ・タナーは現代美術しか描けないと言われなくなるといいのですが、結構気にしてたんだ。なんかぶっ飛んだデザインばっかするから。ピンクの石像とかね。アンディ、素敵になりましたが、窓はどこです？窓？窓はベティちゃんに言ってよ。窓は私の専門分野ではありません。私はアーティストであってガラス屋ではないんです。そうだね。グッドマンさん、インテリアを塗装していたから窓をはめずに車内の空気を入れ替えていたの。でももう塗装がしっかり乾いたから窓を取り付けられるわ。窓取り付ける？まあ、ぶっちゃけ窓なくてもいいけどね。まあでもここのドアは欲しいか。走ってる時にドアないの怖いな。よし、じゃあ続きだ。窓を取り付ける。それだけ？え、ドアは？ドア？ドアないの？素敵なカーテン生地ですね。色とテクスチャが私の模様を引き立ててくれていますよ。はい。自分の作品ばっかだな。ベティ、今日はよく頑張ってくれたね。ありがとう。それからアンディ、今夜の主役は君じゃないってことをくれぐれも忘れないようにね。確かに。今若干自分の作品を主役みたいな感じで言ってたから。バローさん、優しい言葉をありがとう。でもアンディとゴンザレスさんがすごく力になってくれたの。
今日の主役は彼らよ。おっと、謙遜を覚えたな、ベティ。全員がよく頑張りましたよ。あとは、この機関車をもっと陽気で明るい感じにしないとね。風船やガーランドで飾るのはどうでしょう。そんなんいらないよ。今のこの状態が完璧だよ、あとドア。ドアがあれば。オースティン、いい考えだね。装飾に関しては、オースティンに全幅の信頼を置いているよ。あ、そうなの？風船やるんだ。まあいいけど。ドアは？ドアってないもんな。この感じなさそうだな。マジか。怖くね、ここのドアないの。客車のドアくらい欲しいよな。まあいっか。よし、じゃあ今回ここまでにしとこっかな。次回は？飾り付ける。オースティンのダサい飾り付けが始まりそうだな。まあいいや。キャサリンはいるのかな、まだ。あ、パパとママここにいるし、あ、ラウルもいるし、あ、キャサリン。ずーっと待ってる、この石像。いつこの石像を見せてもらえるのかしら。早く見たいわ。もう何分待ってると思ってるのっていう感じかな。ごめんね、キャサリン。次回に続くんだ。というわけで、続きが気になる人は高評価ボタンをポチッと押して応援してってください。多分次回ね、この石像の中身が明らかになると思います。続きをお楽しみに。それじゃあまたね、バイバーイ。キャサリンも待ってて。マジでずっと気になってるみたい。